鎌倉日記は、徳川光国が遠方2年5月に鎌倉を訪れた時の記録である。観光が目的ではなく、大日本史の編纂作業の中で、鎌倉時代についての資料が少ないことを痛感し、現地学術調査団の団長のような形で、鎌倉に赴いた。鎌倉日記は、その調査報告書と言うべきものである。また、光国自身が書いた旅日記ではなく、 それをまとめたのは、家臣、吉弘元常らであることが、干末に記されている。5月2日に、金沢の瀬戸橋に着き、その日の夕刻に、水戸藩が建てた秀勝寺に到着し、そこでは、江戸藩邸の金字が先に到着して、すべての用意を整えて出迎えている。その、すべての用意の中には、三つ国の身の回りのことだけではなく、主要な寺、 それぞれの土地の長老にその土地の歴史について説明できるように用意をしておけと通達することも含まれていた。5月8日に、秀勝寺より、キロにつき、藤沢の成城工事により、神奈川塾に宿泊、9日に江戸の判定に戻った。鎌倉滞在は約1週間である。その間に、自分では回れないところ、例えば名護市。 川崎大使などは家臣を派遣して見学させている。事実上の調査団といっても、当然地理に明るいわけではなく、また史実についても当時の知識は限られていたから、土地土地で、これを、長老から受けた説明を分析することはできず、そのまま記録するという傾向が見られる。逆に、江戸初期には土地には、こう伝わっていたという読み方をすると的を置いていると、される。ありがとうございます。